おい。ああ、いいですね、皆さん。お見事でした。お前、ご無礼いたしました。お許しいただけますか。マブチの牢で俺らを助けてくれた。覚えていていただけましたか。嬉しいですね。こないだは助けてくれて、今回は襲うってか。こちらにも事情がございまして、申し訳ございません。何こいつ、嫌なやつ。ん？イケメンだって褒めてたろ。イケメンだけど、あいつは嫌い。私はコミジュルの参謀を務めております、ハン・ジュンギと申します。ハン・ジュンギ？なんでお仲間に俺らを襲わせたんだ。改めてあなた方のお手並みを拝見したかったもので、彼らにも決して殺すなと念を押しておいたんですがね。だんだん本気になっていくんで、正直ヒヤヒヤしましたよ。笑わせんな。もっと本気出してもらってよかったんだぜ。で、俺らの実力は分かってくれたってか。ええ、あなた方はお強い。でも私一人で十分抑え込める程度かと判断しました。なんだと？そちらのご用件は承知しています。理解が追いついていないでしょうが、なかなか危うい立場にいらっしゃるようだ。そのあたりもじっくりと勘で含めるように教えて差し上げます。まどろっこしいな。シンプルに言ってくれ、時間がねえんだよ。大事なことですからね。しっかり理解していただかないと困ります。だからバカにでも分かるようにお話しさせていただくつもりです。あくまで親切心からですよ。それで煽ってるつもりかい。バカで結構。俺のことどう思うとこっちはへとも思わねえ。個人的には好きですよ、あなたみたいな人。ではどうぞこちらへ。完全に舐められてるな、俺ら。言わしときゃいいんだ。ほんとムカつくイケメンよね。美人もイケメンも癖が強いのが多いな。まったくね。その点みんなはいいよね。どういう意味だ。なんでもない。コミジュル以外でここに入った人間はほとんど記憶にありません。あなた方は特別な客です。ですからもっと喜んでくれてもいいんですよ。なんだこりゃ。これが偉人町における我々のしのぎです。町の防犯映像、潜伏しているコミジル構成員の隠し撮り映像、その他さまざまなカメラを覗き見できるようになっています。ですがこれだけの情報システムです。維持するにはここの自家発電だけでは賄いきれません。そんなわけで町中から盗電してるわけか。ええ、お察しの通りです。偉人町において我々は比較的に新参者でしてね。清流会やハンピン・リューマンとの島争いに遅れを取り、そのおこぼれに預かったのがここコミジュルというわけです。ああ、我々はこれらの映像から導き出される情報を商品として、そして武器として自分たちの身を守っています。身を守っている？
コミジュルの勢力は青龍会やハンピン・リューマンほど大きくはありません。真っ向勝負の戦争となれば勝ち目はないでしょう。ですから彼らを適度に敵対させて均衡を保たせるバランサーでいることが我々が生き残るための戦略となったのです。バランサー？どういうことだ？例えばもしハンピン・リューマンの誰かが青龍会の島に手を出したなら、我々は即座にその情報を青龍会に流します。均衡を崩そうと動いた個人の情報を徹底的に調べ上げ、その友人家族の居所も敵対組織に渡すのです。そういう活動する我々の存在によって起きた火種も小さな段階で鎮火できます。また新たな火種の抑制にもつながります。つまり横浜は3つの組織の三すくみ状態というよりは、2つの大きな組織とその間を取り持つ情報組織で成り立っているのか。だからバランサーか。そういうことです。ハンピン・リューマンも青龍会も我々には感謝しているはずですよ。感謝状をいただいたことはありませんがね。ちなみにもし火種を起こした人間がいたとして、その始末もコミジュルがやるのか？ケースバイケースですが、我々が手を下すケースが多いですね。そして少々痛い目に遭っていただくこともあれば、この世から消えていただくこともあります。あくまでビジネスとしての活動ですがね。じゃあもしかしてマブチももう始末したってことかい？ラオマーはまだご存命です。ですが、あちらのモニターを。え？乙姫ランドの店長の死亡推定時刻、その直前の店先が映っています。ラオマーとその一味の姿も。おお、これはまさに動かぬ証拠だ。俺らはこいつを探してたんだ。もちろん承知してますよ。今の映像を見ればマブチは黒、ハンピン・リューマンの蝶もそう納得するでしょう。は？しかしすぐにはお渡しできません。あなた方にはまだお目にかけたいものがあります。どういうことだ？ご覧になればわかりますよ。なんか雲行きが怪しくなってきたか。しょぼくれた声出すなって。頼むぜ相棒。近くまで行ってもらって結構ですよ。偽札。エンド偽札だ。また偽札？いや、マブチのとは別口か。どうなってんだ。ラオマーの偽札とは出来が違うわよ。あっちは所詮マフィアの一時しのぎ。少し見れば仕事の雑さが透けて見えちゃう。でもこっちはミクロ単位まで正確に複写する最新の印刷システムで作ってるの。もう会えないかと思ったぜ。寂しかった？
いい女が急に消えりゃそりゃ寂しいってもんだ。私もちょっと準備する必要があったの。化粧でも直してたってのか。やっぱりあなた面白いわね。いい感じだわ。ちょっと、ごたくはいいから話を進めてよ。あんた誰なのよ。少し言葉を慎んでいただけませんか。いいのよ。じゃあご紹介差し上げましょうか。はい。何なの。皆さん、こちらは孫妃、我がコミジュルの総帥です。総帥？この姉ちゃんが。コミジュルのボスは女？マブチの倉庫で妙な紙の束を見たでしょ。箱に詰められた白紙の束。白紙の束、箱に詰められた。ああ、見たよ。あれはとても特殊な紙なの。大陸の工場で成分を調合されて生成されたものをハンピン・リューマンが取り寄せてる。中国で作られてんのか。なるほどね。そしてここで作られてる日本円も同じ紙なのよ。え？じゃああんたらはハンピン・リューマンの倉庫からあの紙を盗んで日本円を。盗んでないわよ。あの紙はもともとここで日本円を作るためにコミジュルが用意させたものなんだから。あ？どういうことだ。まずコミジュルが日本円を作るために紙の製造をハンピン・リューマンに依頼する。出来上がった紙は一旦マブチの倉庫に届く。そしてハンピン・リューマンの人間がここに届けてるという流れよ。ハンピン・リューマンの誰に依頼して誰がコミジュルに届けてくれてるんだ。全てハンピン・リューマンのトップ、チョウよ。じゃあチョウはそれを知ってるんだな。もちろんよ。チョウに黙ってそんなことできやしないわ。あの紙は日本円の偽札の材料。じゃあ人民元の方はどうなんだ。あれもコミジュルのビジネスなのか、それともやっぱりハンピン・リューマンの。そのどちらでもない。え？あれは言うならハプニングね。マブチの部下がある日倉庫に見たことない紙が大量にあるのを見つけたのよ。その男はかつては偽札ビジネスを生業にしていた人間だったの。そしてマブチに提案した。あの紙を少し加工すれば精度の高い人民元が作れるってね。マブチはその話に乗ったってまでよ。マブチが考えたんじゃねえってことか。よその人間をどうこう言うのは気が引けるけど、マブチはそんなに頭の切れる人間じゃないわよ。いい部下を持ってラッキーだったのは事実かもね。チョウはマブチが人民元を作ってるの知ってんのか。あんたから教えてやんなかったのか。教えたわよ。でもチョウはすでに知ってたわ。でも見て見ぬふりよ。だって人民元の製造をやめるように指示したとして、紙の使い道を部下に聞かれたらチョウだって説明に困る。ましてや日本円製造ビジネスはお金になるから蝶もやめたくはない。それにマブチの会社の維持のため、部下の生活のために人民元が使われてるなら多少は目をつむる。それが蝶の判断なんでしょう。じゃあマブチは同じ紙で日本円が作られてることは。当然知らないわよ。しかし知らないこととはいえもったいないことしてくれるよね。あの紙は縁をするための特注品、オーダーメイドなのに。オーダーメイド知ってる？縁の紙はミツマタって植物から作られるの。ただし他の原料や配合、そして製造方法は日本の国家機密なのよね。あの手触りはそうそう再現できないってわけ。じゃあなんであんたにそれが作れるんだ。ある筋からその情報は漏れていた。もう何十年も前に。何十年も前？
そんな話警察でも聞いたことねえぞ。でしょうね。あなたじゃまだ若すぎるもん。え？ああ、いや意外と若くもねえんだな。真に受けてんじゃないっつも。そう。だからほとんど誰も知らないはずのその偽札を。なんであなたは持っているの？一番。やっぱりこの万札はこの場所から漏れたエラー品ね。どこにも存在してはいけないはずなもの。あなたはどこからこれを？我々の監視システムはあなたがこの町に現れた時からの様子をずっと捉えていました。当然その偽札を手にしているお姿もです。ですからゆっくり話を聞かせていただきましょう。我々はようやくその機会を得た。まった事情は分かったがよ、そいつは俺にも何なのか分かんねえんだ。本当に何も知らないの？本当だ。私が撃てないと思って舐めてるの？いや、やるときはやる人だって思うぜ。念のために聞いてみたのよ。あなたが映っているここ数日の映像は全部調べさせた。でもあなたはその偽札が何かまるで分かってないみたいだし、そもそもこの土地へ来た時には撃たれて死にかけてたわよね。知ってんじゃねえか。つまりあんたにはここに来た特別な目的があるようには見えない。まあそんなに頭も良さそうじゃないしね。もっと言い方ってもんがあんだろ。でもお前は違うな。なんぼ！俺が何だって言うんだ。お前が偉人町に現れたのは半年前。ホームレス街からよくこの建物を盗み見してた。他のホームレス仲間には目もくれずに。いつの間にそんな写真を？なのに偽札を持っていた春日一番とだけは急につるむようになった。なんでだ？難波は村長に俺を手当てするように言われて。それで？じゃあナイチンゲール症候群？看護師が患者に惚れちゃう？あれ違うだろう。お前はこの偽札がコミジルのものだと知っていたな。どうなんだ答えな。難波まだ総帥が話し中だ。ナンバお前黙ってちゃ話が進まないよ。お前は誰なの？ナンバユー41歳、元看護師。あのね、そういうことを聞いてるんじゃ。秋葉翔一は俺の弟だ。秋葉翔一？フリーク社の。秋葉はペンネームで、本名は難波翔一だ。秋葉翔一はあんたの弟？よ、待てや。何の話してんだ？半年くらい前、どっからか偽札のことを嗅ぎつけたフリーの記者がいたんだよ。その名前が秋葉翔一。ところが偉人町に入り込んで数日後、どこかに消えた。どこかに消えた？とぼけんじゃねえ。その消える直前に
俺は弟から連絡を受けてた。あいつは自分が監視されてるらしいって言ってた。コミジロの連中にな。お前ら、あいつを、弟をどこにやった？そうか、消えた弟を探してお前はこの町に。異人町には肉の壁があると聞かされてた。よそ者がその内側に入り込むことはできねえともな。だから俺はホームレスに化けて彼らのねぐらに潜り込んだ。あそこからならコミジロを近くから監視することもできると考えて。そうだ。でもずっと何の糸口もつかめずにいた。お前が来るまではな。一番お前は変な札を持っていた。俺はすぐに気づいた。これは弟が追っていた偽札だってな。やっと掴んだ手がかりだ。その瞬間から俺は絶対にお前から離れずに追ってやろう。そして偽札を入手した流れから弟の手がかりを聞き出してやると決めたんだ。でも蓋を開けてみりゃ俺以上にお前は何もしやしなかった。笑っちまうよな。そうだったのか。まあお前は嘘がつける男じゃねえってことくらい分かってるさ。偽札のことを何も知らねえんじゃこれ以上つるむ理由もねえ。俺はよ、近いうちにお前の前からドロンと消えるつもりだったんだ。だってよ、だってしょうがねえだろ。ナンバー。でもこんなことになるなんて。すまん一番、すまんみんな。なんちゃん、お前ら俺の弟をどうした？殺したのか？弟は生きてんのか？死んでんのか？それくらい教えろ。教えてくれたら俺はどうなっても構わねえ。でも一番たちは関係ねえ。俺を殺してもこいつらだけは助けてやってくれ。頼む。紛れ込んでいたネズミは彼一人だけだったみたいね。ひとまずあなたたちは客人扱いにする。蝶にも気に入られてるみたいだしね。よう、ちょっと待てや。どこへ連れて行く気だ？俺らの仲間を。仲間？あなた今の話は聞いてたでしょ。あの男は自分の損得感情であんたを騙してたのよ。出会った最初からね。そんな人間を仲間って呼ぶの？なあ、そうだな。俺がナンバを仲間って簡単に呼ぶのは違うのかもな。やっとわかったの？勘違いすんな。あいつは俺にとって仲間以上の人間だって言ってんだよ。なんだって？俺はここに流れ着いた時あいつに手当てされなきゃ死んでたんだ。ナンバはな、
俺の命の恩人なんだ。俺は命の恩人に仲間にしてもらった立場なんだよ。難波の目的は行方不明の弟さんを見つけ出すことだ。親兄弟の心配をすることが損得勘定だとは俺は全然思わねえ。あんたらよりもあいつの方がよっぽど筋の通った生き方してるぜ。俺がいるのも忘れんなよ。さっきよ、一人で俺らを止められるとか言ってたな。この何してんの、人を集めな。やれるもんならやってみろや。さっきの言葉証明してみせましょう。頑張ります。カスガとカスって言葉似てますよね。じゃあこんな。奥の手。今までよく生きてこられたものだ。舐めると痛い目にますよ。何かしましたか？くれ。どうするかね。春日とカスって言葉似てますよね。とっておきだ。くらえ。仕留める。クラクラするぜ。どうしますかな。お？ああ。見せてやる。やあ。えい。クラクラするぜ。見てなさい。ああ、俺の番か。ぶっ飛ばしてやる。は。皆さんとろっさいですね。くれよ。絶対負けない。苦しむがいい。やんのか。奥の手。いきますよ。なんとかしないと。その程度で自慢されても困ります。くらえ。クラクラするぜ。ぶっ飛ばしてやる。どうするかね。怪我しますよ。ふざけてるんですか。おれ。ありがとう。皆さんとろくさいですね。今までよく生きてこられたものだ。眠れ。ぶっ飛ばしてやる。苦しい。しんどいね。やってみろ。その程度で自慢されても困ります。さあこら。よし。今までよく生きてこられたものだ。これで元通りだ。絶対負けられませんね。
ってみろ。頑張ります。やるか。奥の手。やあ。皆さん、とろくないですね。どうしようかな。見せてやる。行きますよ。ほら、来いよ。なめないで。やってやろう。苦しむがいい。あ、しんどい。なめんな。とっておき。よし、行くぞ。見せてやるよ。頑張ります。プレゼントだ。あぶねえな。春日と勝つって言葉回復だ。ほら来いよ。回復やんのか。俺の番だな。とっておきだ。強くなった気がするぜ。やるもんですね。逃げるぜ、ナンバー一番。立て、ナンバー、すぐ新たが来るぞ。頑張って。くそ、やってやるよ。手柔らかにお願いします。どうしようかな。ぶっ飛ばしてやる。来てみろ。やってみろ。奥の手。やってくれたね、カスは一番。可愛げのあるバカだと思ってたね。俺もあんたは腕っぷしの強いべっぴんさんかと思ってたんだけどな。結局とんでもないお人よしの厄介者だったわね。結局あんただってとんでもないドSのアバズレだろ。そういうとこが妙に可愛いんだけどね。始末するのがもったいなくなっちまうじゃないか。いや、みったらしい。お世辞はいらねえよ。どきな、昭和の女。出ないと痛い目見るよ。修行とサングラス、ちょいったの辻馬。容赦しねえぞ。頑張ります。ほら、やってみろよ。よい、まあ、見せてやる。なめんなよ。やっ、やっ、やっ、やっ。
探してることを最初から知ってても俺はあんたに加勢してたぜ。結果は同じだ。俺はそんなにケツの穴の小さい男じゃねえよ。気にすんな一番。でもみんなをほっといて俺だけ。俺だってケツの穴は小さくない。私だってケツっていうか気持ちは同じだって。足立さん、さっちゃん、本当にいいのか。一番、しつけえな。早く行け。すまねえ。いや、ちょっと行かせねえよ。逃げたやつなんてほっといて、もっと俺らと遊ぼうぜ、孫一さんよ。貴様ら、そんなに怒るとストレスで老け込むぜ。やっぱ女はおしとやかなのが一番じゃねえか。ヒステリックなのは男受け悪いよ、サンヒおばちゃん。この私にふざけた口を聞くな。ここにしてやる。頑張ります。じゃあ来いよ。見せてやる。ぶっ飛ばしてやる。やあ、よし。なめんなよ。なめるな。見てなさい。よし、やあ、来てみろ。よし、行くぞ。やってやろう。かまどじゃねえぞ。またいい女になっちゃった。お前たちの力を見誤っていたよ、春日一番。なら今日はもうこんなとこにしとかねえか。それは彼の報告次第だよ。何？半純義、まだやんのか。あらった、ナンバーの偉人町へそ반드시茶葉。ソンヒ、ナンバーは取り逃がしたとのことです。ソンヒ。くっ。やったね。お前たちは自分が何をしでかしたのか分かっていない。殺されそうだった仲間を助けた。俺らがやったらそれだけだぜ。我々の偽札が外に知れれば、偉人町は無主の地となり瓦解するんだ。瓦解？偽札の件が原因で町が崩壊するってことか。へえ。でもそれってクリーンな町になるってことでしょ。いいことじゃん。簡単に言うんじゃない。町の秩序、機能、その全てが崩壊するんだ。それは絶対に許されることじゃない。
じゃあそれを防ぐためにあんた難波を探し続けるつもりか。当たり前だ。難波はまだ肉の壁から逃げ切れてはいないはず。コミジェルが全力を挙げて必ず奴を見つけ出す。見つけてどうする？もちろん殺す。どうしても？当たり前だ。じゃ俺らもやるしかねえな。何をだ？あんたらがナンバを狙い続ける限り俺らもナンバを助け続ける。じゃあとはお互いの根比べだ。どっちが先に値を上げるか楽しみだな。ふざけるな。ふざけちゃいねえよ。本気だぜ。そろそろ俺の性格も分かってるはずだろう。まったく、なんて野郎だ。そうムキにならねえでよ。ナンバのことは見逃してやっちゃもれねえか。あいつは余計なことをあちこちに言ったりしねえさ。それはもう私の一存では決めかねるな。はあ？あんたコミジュルのトップだろ。あんたが決めてくれさえすりゃ。カスマ。はあ？今夜2時、中華街の平安楼本店に来い。そこでお前たちに会わせたい人間がいる。ナンバを生かすも殺すも、その人間次第。なんだと？遅れるなよ。平安楼で何があるってんだ？さあな、俺にわかるわけねえだろ、足立さん。夜中の2時までならまだ時間あるよ。ああなら、それまでに調べときたいことがある。何？ナンバーホームレスになりすまして半年間コミジュルを探ってた、そういう話だったよな。うん、ソンヒはそう言ってたな。ホームレス街のねぐらにまだナンバーの荷物が残ってるはずだ。そいつを調べたいんだ。何か手がかりが残っていればコミジュルより先にあいつを見つけられるかもしんねえ。ホームレス街か。サイコも連れてくのか？ちょっと今さら何言ってんの。私も行くに決まってるでしょ。Yeah.